南圭介は日本の俳優、タレント、東京都出身、サンズエンタテインメント所属、早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。幼少期にパキスタンで育ち、小学3年生から6年生までの間はシンガポールで過ごした。高校3年時の夏休みに渋谷でスカウトされ芸能事務所に入った。当時の事務所はトレンド。2004年に、 映画、少年と星と自転車でデビュー。2006年から舞台、ミュージカルテニスの王子様に出演。2007年6月、若手俳優ユニットピュアボーイズのメンバーとなる。ユニットのリーダーとなり、矢上蓮と共に2012年10月の解散時まで在籍した。2008年3月に、早稲田大学を卒業。2015年3月、ルビーパレードへ移籍。 2017年7月、宇宙戦隊キューレンジャーに手を取り剣、鳳凰ソルジャー役で出演。2008年にゲスト出演したエンジン戦隊ゴーオンジャー以来、約10年ぶりの特撮出演について、やっと願いが叶ったと語っている。過去には、ゴーゴー戦隊冒険ジャーや、列車戦隊特急ジャーのオーディションも受けていた。2018年11月、サンズエンタテインメントへ移籍。 趣味は、スポーツ、ドライブ。特技はバスケットボール。ユニゾンスクエアガーデンのボーカル、斉藤康介はシンガポール滞在時及び、大学の同級生である。宇宙戦隊キューレンジャーで、南が演じた、大鳥剣について、メインライターを務めた、毛利渡弘氏は南に決まってから固まった部分が大きいと述べており、東映プロデューサーの持月拓も南ありきのキャラで、 あったと評している。同作品で共演した岸間巧は南の人物像を全てを受け入れる人と述べている。漢字検定準1級、ウイスキー検定2級、世界遺産検定2級を獲得している。子供の時見ていたスーパー戦隊シリーズは高速戦隊ターボレンジャーと地球戦隊ファイブマン。ありがとうございます。